元宵節に丹油煙を食べるのは中国の古くからの伝統です。蒸したもの、茹でたもの、揚げたもの、冷やしたものも春節の期間中、創意工夫を凝らした丹油煙が販売され人々を楽しませました。本来我们是想到那个商场店里面吃什么聚餐吃的，后来我想来想去，还是想这一口，觉得非常鲜。从小吃到大的味道嘛，比较有记忆，儿时的记忆嘛。JD 消費と産業発展研究院が発表した2023元宵節消費傾向によりますと、去年の春節当月、丹油煙のネット検索数は前の月の 2.8 倍、売上は 1.6 倍で、甘い丹油煙は塩味のものの40倍も販売されたそうです。しかもその甘い丹油煙の中で黒ごま餡が6割を占め、一番人気を集めたことが分かりました。自分で作ったりネット注文したりする方法もありますが、飲食店で食べるのが最も新鮮で美味しいと言われています。その理由はほとんどの丹油煙の店は注文を受けてからその場で作るからです。お客さんの注文を受けるとスタッフは作り始めます。生地をこねて真ん中に穴を開けます。そして餡を入れて皮を回しながら先端部分を封じます。鍋に入れて3分間ぐらい茹でると熱々の汤圆の出来上がりです。这个嘛，吃芝麻汤圆、豆沙汤圆，那么还个嘛是菜肉汤圆。是非吃纯肉个嘛，往哎，你搿搭个肉汤圆是一个汤汁个。おかみさんの紹介では、店で一番売れている汤圆は、ごま、小豆、なずなと豚肉の4種類。春節期間中、毎日1000個近く売れました。1個単位で注文できるので、賢いお客さんは試行錯誤を重ねて裏メニューと呼ばれる健康セットを発明しました。ご飯1杯のカロリーに等しい4つの丹油煙を注文します。甘いものと塩味のものを2つずつ。まず甘い丹油煙を食べて今年も甘い生活を送れますようにと祈ります。そして塩味の丹油煙を口にします。肉の餡なのでお腹いっぱいになるだけでなく口の中の甘さを取ることもできて一石二鳥。しかし各種類の丹油煙を一つの鍋で茹でてどうやって区別できるのでしょうか。上级的是荠菜肉，有一个是芝麻的，土豆一个，长的是豆沙的，绿的是芋头尖的。丸いものに尖ったもの、甘いものに塩味のもの。丹油煙の外見と味は異なりますが、中に込められた願いは昔も今も同じです。丹油煙を食べる習慣は宋の時代に遡ります。外見は丸くて円満な生活を意味します。また中国語の発音では丹油煙とファン油煙がよく似ていて、一家団らんの願いが込められているので、宋の人々は元宵節に家族が集まりテーブルを囲んで丹油煙を食べながら一年の団らんと幸福を祈るようになりました。一方漢方の面から見ると丹油煙は養生にも役立ちます。元宵節は寒い冬にあたり体の陽気が弱まる時期なので、もち米は脾臓と胃を温め、あんに使うごまやくるみ、あずき、なつめなど甘い食品は血を補い気を養うことができます。養生もできる伝統の丹油煙、あなたは今年食べましたか？